このチャンネルは保護猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画は、モンミャクシャントのシャルトリューはビビりながら遊ぶ姿がかわいいということでですね、この子がクマシーくんって言いますよ。今年7歳の男の子なんですけれども、シャルトリューという種類だけあってね、がっちりしててすごいかわいいんですよね。で、最初撫でようとするとね、後ずさりをしていたんですけれども、もう結構遊んでくれてますね。ただね、門脈シャントという病気がありまして、肝臓に流れる毒素が全身に回ってしまうような、そういう病気らしいんですけれどもね、めちゃくちゃ遊んでますよね。で、しかもね、クマシーちゃんっておそらく4年ぐらい前からお店にいたのではないかなと思うんですけれども、撮影したのがね、今回初めてなんですよね。クマシーくんの存在はしてたんですけれども、いつも隠れてるようなそんな印象だったので撮影はしてこなかったんですけれどもね、実はこんなに遊んでくれる子だったんですね。もうまん丸のお顔がね、めちゃくちゃ可愛いんですけれども、実はこの子スタッフ猫なんですよね。ということで里親さんは募集してないんですけれども、お尻トントンは苦手かな、ちょっと距離取っちゃいましたけれども、おもちゃは、あ、レイアムくんが来ましたね。先ほどね、スカートの中で遊んでたんですけれどもね、猫パンチするやん。ゆっくりと遊ぶのが好きなのかなって感じはしておりますけれどもね。あ、おもちゃはずっと見てくれてますよ。遊ぶ、いいですね。棒は、あ、棒をカミカミすんのも好きなのかな。いいやんか、猫パンチしてくれてるよ。これだけよく遊んでくれてるのに、なんで今まで登場してこなかったのかなって感じですよね。あんまり猫ちゃんとの絡みがなかったのかな。それとも最近すごく体調がいいとか、そんな感じかもしれないんですけれどもね。あ、撫でられて気持ちがいいって感じですか。ええやないですか。うん、立ち上がる。今回のお店は大阪十三駅近くにある保護猫カフェ猫の木さんです。もう立ち上がってるわ。そうな、門脈シャントって別に激しい運動とかして大丈夫なんかな。静脈から流れる血液がね、漏れ出てるので、あんまり激しい運動すると良くないような気もするんですけれども、まあその辺の症状が軽いから大丈夫なのかなって気もするんですけれどもね。遊ばへんのも疲れたか。おもちゃを振らずに置いてみようか。遊ばへんか。撫でようかな。どうですか。落ち着いてるやん。あ、お尻トントンは嫌かもしらんな。ええやんか、見上げる顔めちゃくちゃ可愛いよ。あ、また遊んでくれた。まあ言うても今年7歳ということでね、遊び方は落ち着きますよね。でもカミカミしてるね。加えて離さないっていうことはないかなと思うんですけれども、ちょっと気に入ってくれたんかな。猫パンチ、よく遊ぶね。次回会った時も遊んでくれるんかな。この日たまたまやったらちょっと寂しいんですけれどもね。撫でられること自体はそこまで好きではないかなと思うんでね、遊ぶ気分じゃない時はなかなか遊んでくれないって、そんな気もするんですけれども。遊ぶ、なんかぬいぐるみみたいな子やね。隙間からどうですか。やっぱ興味持ってくれる。え、ちょいちょいすんの。いける口やね君は。もう猫兄さんの手は怖がらなくなりましたよね。最初は警戒してたんですけれども、あ、でもちょっと嫌か。口元は嫌なんかな。あ、でもちょっと甘えてくれてる感じはありますけれども、いいじゃないですか。かわいいなあんた。まさかここまで人懐っこいとは思わんかったな。
もっと早くね紹介しとけばよかったなって今ちょっと後悔してるんですけれどもね、4年間触れ合ってこなかったんでね。あれおもちゃもうええか。猫バンチ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 、なんか周り気にしてる気もするな。どうなんでしょうか。うん、疲れてるか。顎の下は過ぎそうやな。この後どっか行っちゃったんでね、しばらく時間を置きましたよ。見上げておりますね。撫でられるの嬉しい。ちょっと時間が経ったのでまたね甘えたくなったかなって気もするんですよ。ふんむにお顔まん丸な子はむにむにしたくなるんですけれども、ちょっと嫌やったんかな、ね、下向いておりますもんね。まあ遊ばへん、またちょっと遊ぶ、ちょっと遊んでくれる。そこまでね猫パンチも激しくないのでね、遊びやすいですよね。猫パンチ猫パンチええ顔する、扱んでる。ちょっと手に当たっておりますけれどもね、爪は出てなかったのでね痛くなかったですよ。このまん丸のお顔って好きな方多いですよね。猫兄さんもねこういう丸顔好きですわ。こういうむっちり体型っていうんですかね、もう体型も含めて大好きですよ。いやまさかフレームアウトするとは思わんかったな。普段寝てるばっかりやったのに。ただ走り回って遊ぶのはしないかな。あ、この子はセンちゃんだね。多分ねセンちゃん膝に乗りたいはずなんですよ。隣にはねケンシロウくんが寝ておりますけれどもね、もうラガーマフィンってめちゃくちゃ可愛いでしょ。撫で心地最高なんですよ。あ、せんちゃんも膝乗ったね。いつ行ってもね誰かの膝乗ってますね、せんちゃんっていうのは。くましーくんもねそうやって膝乗りとかできたらいいんやけれども、さすがにそこまではしないんかな。まあこうやって遊んでくれるだけでもね十分嬉しいんですけれども、で加えるのが好きなタイプですよね。まあすぐに話してくれるんでいいんですけれどもね。せんちゃんは遊ばへんね。もうちょっと撫でていこうかな。顎の下は大丈夫かな。ムニムニまたムニムニしてる。あ、今度は嫌がらんかったね。ええやんか、かわいいよ。お尻付近カキカキするとちょっと嫌かな。移動しちゃいますもんね。でも遊んでくれる、まあ、ええやんか、遊んでくれるわ。ただ手の届く範囲でしか遊んでない気がすんねんけれどもね、え省エネな遊び方ですね。あ、立ち上がる。まあそういうこともあるんか。ね、急に立ち上がるとねフレームアウトするね、やっぱり。で加えておりますわ。うん、かわいいよ。周りに猫ちゃんが集まっておりますよね。ひょっとして遊びたかったかな。この子はエジプシャンマウのイシスちゃんって言いますよ。今日はくましーくんと遊べて楽しかった。皆様いかがだったでしょうか。くましーくんはまんまるお顔で可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ猫泣きさんでした。